私は博多の塩とレモン。博多の塩とデコミカン。爽やか。レモンとオレンジは爽やか。博多の塩はすごい甘い。あ、抜けた。これやばい、ね、あんま変なのに落ちる。あ、タコ天、揚げたて。落ちるんで、落ちる落ちる。皆さん、食べます。あて、うまっ。タコ、うまい。ふわってしそう。揚げたてね、アイスの後は。因島学校は因島の大山神社、自転車神社に来てます。で、私たちは今日サンライズ糸山から来てて、今だいたい54キロ地点くらいなんで、ここでここを折り返し地点として、だいたい、ラーメン屋さんも寄るんで110キロから120キロの間ぐらいで今日のゴールになります。麦茶とおしぼり使っていいですよって言われました。ありがたや、ありがたや。はい、いいとこですね。あら、ちょっと朝曇りがして霧模様出てたんですけどね、ちょっと晴れ出してきました、ね、晴れてきてよかったです、うん。お天気崩れるそうなんで、うん、あ、そうなんですよ。だから今日しかない。そうそうそう、今の間に走ってください。はい、はい、くぐろ。一番大きい方がご飯での山神社になりますね。平方も前になっちゃってください。はい、じゃあくぐります。自転車取り、自転車取りです。お願い事、チャンネル登録者数が増えますように。なるほど、まあでかい方だよね。これ2つ、どっちか1個です。どっちか1個、どっちか1個です。大きいなるか小さいなるかです。さあ、さあ振って回す、出すんや。
マミさん。出た。おみくじのおまけです、うん、ラストのおみくじね、かわいい、かわいいね、黒板です、仙台限定やって、はい、あ、もうこれやん、前も仙台限定でやってたんですけども、あのご要望が多かったので帰国しました、下に先生のサインあります、あ、本当だ、本もあるね、あります、開いてる2ページがうちの神社の登場シーンです、アニメでも出てました、アニメも出ました、最終話に黒く流れました、ね、最終話で、こちらが自転車系の取材で来てくださった方の写真やサインですね、どうぞ、北の張田翔子さんとか俳優の鶴見慎吾さんとか、しげさんは2回来てますね、あとはポルノグラフィーのサインもありますね、ほんとや、ペップさんもいい、ペップさんもいます、トレック、トレックジャパンの田村、田村さんや、はい、前でお会いした、あら、お会いしました、仙台限定復刻版、後ろにフォルトゥーナって書いてある、フォルトゥーナ反射材付き、お疲れ様です。約往復して115キロ走りました。
はい、今回しまなみ海道をほとんど、しまなみ海道を8割ぐらい走ったんですけど、途中のラーメン屋とか、あと大山神社ですか、自転車の神社はしまなみ海道からは外れてます。でもどうしてもそこ2つ行きたくて、今回このルートにしました。参考までルート貼っときます。ここに貼っとく。ポンってポン。はい、以上です。で、今から、今サンライズ糸山に戻ってきたんですけど、キスケの湯っていうサイクリストが日本一集まる温泉ですね。そこで、温泉に入浴するのと岩盤浴をして疲れを癒して福井に帰りたいと思います。運転頑張ります。はい、じゃあということで、ご視聴ありがとうございました。